そう待ってました。新学年やばい。昨日は50回と51回目の公演お疲れ様で、骨盤前運動だかき、あ、らしいね。なんか知ってる一人グループ、一人グループな。別に仲いい人がおらないわけではないねんな。喋れる人がおるけど、そんなその仲良しグループの子ぐらい仲いいわけではない。あの子たち毎日マジその場所その時その時に遊ぼうって決めちゃったからさ、だからさあゆみって結構さ公園とかがさ急に入ってきてさ、いただきゃんっていうことがなくなった。その前々から予定立てとったら後から公園入ったごめんその日無理になったってならへんけど、もう次の日これ明日これして遊ぼうっていう、予定のそういうことやったらあごめん明日入ってる無理ってなるから結構いい。ありがとうございます。なんか昨日公演やったのにさ今日結構案外早く寝れた。お仕事行ってきます、いってらっしゃい。YouTube の赤いやつのロケ面白かった。まだ見れてない、それ見ないと見ないと。あめっちゃ涙溜まってた。あ次抜けた。いろいろ声お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございます。どうかこう行くよ。ありゃあ、そう皆さん10日めっちゃ土平日やけどいっぱい来てください。10日ね、10日12日水曜日ですね。行こうか悩んでるって方でもぜひ、悩んでたら来てください。公演大変でした、ありがとうございました。そうびっくりした前すぎて昨日はツッコミを演出してないめちゃくちゃした。そう、そんなことある、混んでた
なんかさ、始業式の日ってさ、結構持ち物多い気がする。まだ準備してないけど。まだ準備しないと。なんか雑巾とかさ、体育館シューズとかさ、いろいろ持っていかなあかんやん。大変だね。明日から徐々に教科書とか持っていかなあかんし。いやもう雑巾いいんで、雑巾2枚。変わらず。え、雑巾作ってたんや。もう小学校ぐらいの時からずっと思ったけど、今は分からへん、身長測ってお前の方、1年の時は前の方やった、まだ測ってないね、身体測定で。しあやみのとこさ、身長測ってもさ、背の順決めへん。基本行動する時は出席番号じゃん。そうだから、結構なんか背の順決めてもあんま使わん、背の順決めてなかったってか、体重じゃないわ、身長分かっても背の順決めてなかった。なんかよくないってなったんちゃう、身長で順番を決めるのは。だから1年の時は1から、ここ先頭1から20からなんとかとか、そんぐらいやった。私は結構出席番号も、去年は19番だったんですよ、木永さん。でも今年めっちゃ下がった。なんか去年ね、名字OOから始まる人めっちゃいたんですよ。5、6人いたかな。やからさ、めっちゃ木でも後ろの方やってさ、てか木いつも後ろの方やったけど、去年が一番遅かったな。知らない人の宿題のことを考えたら、お前大きい人が頑張り、でも別にさ、なんかついてくだけやからさ、正面前が大きくてもあんま変わらん。だって自分もさ、どこに行くか通路分かってるわけやんか、もう学校の構造分かってるから、やからもうそれはがんもうついてくだけ。今の時間も、今の時間の朝礼はマジで各クラスでによるから分からんの。もう挨拶しておはようございますって言って、今日の連絡言って終わり。時間の無駄だねって。
その長々してたら。赤外線、あーでもどうなる、今日赤外すんのかな。一応もうクラス替えは分かってるんですよ。謎に一回登校させられてて、1年が入っもうすぐ入ってくるからっていう理由で一回登校させられて、1年新1年の教室の掃除して、でクラス替えして、でまあ初めの席は出席番号なんですけど、でそれで帰りました。校長先生の話、立ちっぱじゃない、あやみたち。小学校の時はさ、立ちっぱじゃなかった。小学校の時は、じゃあなんか小学校だって校長変わってから立ちっぱじゃなかった。で中学校は立ちっぱじゃないし、なんならじゃあ一時期さ、そのコロナの時があってさ、体育館にみんな集まるのがあかんかったから教室で放送を聞く期間があった。あの時めっちゃ良かった。一年生学びじゃない、まあ知ってるけどな、どんな子が入ってるからか。小学校一緒やもん。仕事してくれ、バイバイバイ。ナイタンがねビビってたわ。アミはもう分かったから、あとは新しく、違う意味では怖い。1年間ぼっちで過ごさなかんくない。マジでさ、自分でさ新しいクラス作ってドラフトしてさ、ドラフトで新しいクラス作りたい、自分の理想の。もう仲いい子とか、そのなんか、あこの子競技、あこの子おったら行事の時とか楽しくなりそうやなとか、あこの子おったら、勉強教えてくれそうやなとか、あこの子おったら雰囲気、クラスの雰囲気良くなりそうやなとかを考えて入れたてか、それを友達とこの前やってた。1年の時、とりあえず仲いい子を先に入れて、自分と仲いい子入れて、でその後にどの子が入ってきたらクラスの雰囲気良くなるか、そのそれぞれの分役割を考えて入れてったら、結構いいクラスになった。ドラフトアンドさんね、私の考えた最強クラスマジで。体育の時に雨が降って体育館使わないと相撲の授業になってました。体育の時に雨が降って体育館使えない、雨たち、雨の場合は体育館になる。てか相撲とかしてたんよ。普通にちょっと、いやいや、見てるだけがいい。あみちゃん、梅田のスカイビルとか、はい、春かせ。行ったことあるね。もう、広岡作る。何も使われへんけど。最高だね。広岡作ったら、でも広岡作ったら闇は広岡の本当の1年組に入りたい。263、すごっ。
と102日で365日だって。あやめのさ、あめが生まれてから5000日経つのと同じぐらいだね。もうさ、ほんまにさ、友達と離れたのがショックすぎてさ、今日さ、友達とさ、同じクラスになる夢見た。なんかちょっと移動で、友達が移動で、なんかいろんな事情があって移動、クラス移動してあやみのクラスに来るっていう夢を見た。マジでそうなってく、俺一人はさ、5人組の一人欲しかった。夢でしょ。なんかクラスのメンバーが嫌とかじゃなくて、仲いい子と離れたのが嫌。別に仲いい子が一人でさ、一人さえ俺はもういいねんけど、じゃあちょっと今日久しぶりの学校なので終わろうかな。13位6さん、ありがとうございます。12位関さん、ありがとうございます。11位たくまささん、ありがとうございます。10位とつにやさん、ありがとうございます。9位こうへいさん、ありがとうございます。8位マスオさん、ありがとうございます。7位ふろしきさん、ありがとうございます。6位きびだんごさん、ありがとうございます。5位じょうさん、ありがとうございます。4位鈴木一郎さん、ありがとうございます。3位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。2位とみさん、ありがとうございます。そして1位はなつきちゃんでした。ありがとうございますありがとうございます。はい、今日もありがとうございます。これから学校が始まるということで、ちょっと早めに終わるかもしれませんが、よろしくお願いしますね。またねん、いってらっしゃい、いってきます。いってらっしゃい、いってきます。じゃあ、まあ学校に行ってきます。頑張る、ありがとう、頑張る。ではありがとうございます。明日も平日なので7時からです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。バイバーイ。